前回の眠れで復帰とし、Part 12。ということで、私、大福と申します。よろしくお願いいたします。Part 12まで見てく、すいません、しつこいですけど、ごめんなさい。Part 12まで見てくれ、来てくださった皆さん、ダチと呼ばせてください。私と結束のデュエルをしましょう。初めての皆さん、この動画は、プリンが眠れて復帰出場し、かつ大福がただ、しょうもない話をする、ただそれだけの動画になっておりますと、頑張って最後を見てください。はい、定型文を読み上げるところで、私ついに平成から令和に来ることができました。はい、令和に撮っております。ちなみにオープニングの曲なんですけど、基本的にあれ僕自分でアレンジしてるんで、はい。この前はアクエリオのジャズアレンジですね。はい。ただこれジャズアレンジで多分元々の原曲があって、それを聴きながらなんとなく、それをいいところをパクりながら耳コピーしたみたいな感じなんで、はい。まあ、すいません。オープニングは今日も作っていますと、マジで時間かかるんで、はい。ぜひ聴いてください。はい。まあ、ここまで喋ったんですけども、まあ、基本喋ることはないんで、はい。あれ行きますか、これの。大福モノマネレパートリー。Part 9。ない、わかんない。8ぐらい。ない、8か10ぐらい。行きます。ダース・ベイダーの息のところ。はい、本編の方どうぞ。まだあるから、まだあるから、信じる者に道は開かれるから、だから俺は諦めない。どうすよし、先っちょ完璧、よっしゃ、さあ、あ、いっこい、よっしゃ、おいおい、わあ、なんてこったなんてこったマジか、退屈だわじゃねえよなんてこったさあ、弱体化したという噂のベオナイタさんですね。ま、弱体化したって言っても、それでもなんか、個人的にコンボはやっぱ、下切りとかが、下切りなんかよくわからん。ダッシュから、スライドダッシュから始まるコンボとか結構怖いんですけども。とりあえず、元気になってきた。来い、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 来い。いや、こうか、まあ、いいか。顎でスライドダッシュやってくれたら一応眠るが挟めるんですけども、ガードした後。あまりやってくれませんでしたね。撃墜タクとしては、それとか、あと、コンボの途中に眠るを、挟んだりとか、やるのが結構気持ちいいんですけども、まあ、復帰阻止ゲーなんで、あんまり意識配分はそこに先に書いてにくいかなっていう感じですね。これやばい、これバーストタグなんで、あー、油断したバーストタグなんでとか言っときながら、さあ、いけるでしょ、よし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 、さっきのも眠る挟めるんでね、だから弱体化したって言っても、まあメラスさんでも可愛くなりましたよね。何でしょう、勝った時の勝ちエフェクトっていうんですか、勝ちカットシーンのベオナイトさん結構可愛くなりましたよね。っていうことで、まあ可愛さに振ってきたっていうことでいいんじゃないでしょうか。皆さん使ってみてはいいんじゃないでしょうか。まあまあ、プリンちゃんの可愛さには及びませんけどね。さあね、そろそろ、やるか。そろそろ外に出していきたい。外に、あ、よし。ここでしょ、よっしゃよしよしよし、今回はスターフィニッシュということもなくね、はい、崖メテオができたということで、とりあえず眠るでの基礎試験完了ということで、ありがとうございました。さあ、ピカチュウさんですね。はい、ピカチュウさん、まあ、ピカチュウ元気でチューっていう風なゲームがめちゃくちゃ古いゲームにあるんですけども、すごい64なのにすごいですよ。確かコントローラーとかにつけたマイクに喋るんですね。あ、やってた。あー、ラッキー。カーンと。さあ、次クソゲーなんでぜひやってください。あー、いいな。こすってくるタイプだな。はい。このピカチュウさん、復帰組織基本、こすってくるタイプの人しかできないんで。さあ、ついてる。絶対来るでしょ。来い、よーっしゃ。はい、狙いどーい。はい。あともう、取れ高との戦い。どういう取れ高の動画にするのかな。基本的にちょっと最近、復帰当初も取れ高のことを考えて、2期目でやるようにできる、2期目っていうか、ラスト1期でやるようにしてるんですけども、1期目でできた時はもうマジで、あとどうしようって焦りながら戦うしかないですよね。まあ、狙うは伝説の2回復帰当初ですね。はい。常にそれ。なんだ、コン投げコンマジでかっこいい。やりたいプリンも、投げコン眠りやりたい。できないけどね。はい。
まで。あ、れだから、あ、そうだ、ピカチュウ元気でちゅう。そう、たまる、マイクで喋るんです。喋って言うことを聞かせるゲームなんですけども。あ、こっち、にゃー、今もくっそ、意識配分がピカチュウ元気でちゅうに取られてる。やばいやばい。話もまとまらん上に。取れ高もまとまらん。やばい。どうしよう。どっちをまとめる？とりあえず、復帰措置の方、集中していこう。取れ高を、やっていこう。やばい。いや、死ぬなー全然話聞いてくんなかった。ピカチュウ元気でちゅうもマジで、いくらマイクで話しても、言うこと聞いてくれないんで、はい。クソゲーですね。はい。ありがとうございました。お願い、転がる。いけー、ほら、キラキラキラ。神さんとか、絶対当たんないと思ってたんですけど、まあ、当たんないタイプなんですけど、まあ、とりあえず、遠距離攻撃がうんやいぐらいなんで、はい、とりあえず、やったんですけど、神さん強いですよね、なんか。丸いもの対決。結構、俺は一本目が、流水の動き。よっしゃー、勝ったー。よっしゃ。勝ったな。はい。とりあえず、一気目普通に殺していきたいなと思ってます。てか、あれ？この音楽はもしかして？うん。私の名前は、長谷川まりこ56。飲み物は、ポポポポ、アジポンって。この音楽知ってます？知ってます？この音楽。なんとなく、幼心に覚えてるんですけど。この音楽何の音楽ですか？すいません。教えてください。なんで好きな飲み物がアジポンなんですか？長谷川まりこさんが。ちょっと教えてください。何の音楽？まあ、とりあえず一気目。これちゃ、ああ、座れんぞ。いやー、やばい！うぅ！ああ、やめて。やばい、キラ。一本もいかん。一本もいかんぞ。こいよージャスが眠る。はい。ジャスが復帰同士でね。あごちそう差し出してしまった。まあ、とりあえず、神さん、いろいろ考えたんですけども、はい、ジャスが復帰阻止が一番いいんですね。結構、安定行動だと思って眠るじゃない。うんぎゃえんよ、ガキ際でやってくる人もいたんで、はい、とりあえず、ガキ際で、やるって決めてたんですけど、まさかあんまり行くと思わなかったですね。とりあえず、結構コンボ強いですよね、神さん。とりあえずね、はい、2機残ってるんで、十分、余談をする時間がありますね。はい、皆さんお待ちかねの、余談のお時間でございます。はい。まあね、ちょっとコメント見たんですけど、余談楽しみにしてる人0人。0人ですよ、ね。一本の期間。もう誰も楽しみにしてない。アラキーカーンと。はい。まあでも僕、レオモンさんのときメモとか、モンファーとかが、はい、ぐらいの、余談が、比率が、もう低い。お願いくださいもう一回お願いくださいそれぐらいの比率が好きなんで、はい、それぐらいでやっていきたいと思うんですけども、はい、まあ僕は面白くないんで気をつけてください。はい。まあ面白くないのを楽しんでください。よくわかると思いますね。はい。まあちょっと昔なんかたまたま女友達が携帯のファンロックを開いてるのが見えまして、はい、でそのパスワードが2319だったんですよね。はい。2319。で、なんかの語呂合わせかなって思って、パッと考えたのが、2319、ブサイクだったんですね。はい。で、パスブサイクにしてんのっていうふうに聞いたら、はい。後日ツイッターブロックされてました。はい。友達一人、なくしました。はい。あとに聞いたのが、受験番号の下4桁とか言ってたんですけども、はい。知りませんよね。どんだけ卑下してんだって、自分の顔を思いましたよね。まあなんか、ギャラドスみたいな顔の人だったんで、はい。まあそんなに悩んでたのかって思ってちょっと聞いちゃったんですけど、はい。皆さん気をつけてくださいね。はい。こういう経験される方がいるかもしれないんで、はい。さて、ポポポポポポポ、アジポン。あ、違う、すん。飲み物はポポポポポポポ、アジポンだ。あ、ない。もうやばい。いつの間にか、結構、危ない。決めるタクがもう転がるだけになってきてる。やばい、いつの間にか。こんな、来ないな。とりあえず、一旦、まあ、とりあえず、決めよう。復帰阻止、できそうにないんで。ちょっと、決めよう。さあ、いい子。
け。よっしゃー。後ろ蹴り気持ちいい。はい。後ろ蹴り気持ちいい。ということで、パスを2319にしている女は気をつけてくださいと。はい。ありがとうございました。さて、リンクさん、遠距離攻撃が、マジで優秀。ブーメラン。ブーメランを上に投げられたらマジで勝てん。あー、強え。ブーメラン上に投げられたらマジで勝てんし、なんか爆弾でなんか相手のなんか、位置とかを結構、なんでしょう。爆弾って別にそれ自体が強いというか、相手の立ち回りを制限するところは僕は強いと思うんですけど、まあ、やられるところとかで、一番強いのは、蹴り。リンクさん、剣よりも蹴りが一番強い。剣弓矢じゃない。蹴りが一番強い。はい。おー、しゃしゃしゃ、自分で。自爆犯。俺がボーマーだ。いやー、今のもなんか、うまくジャスガーとかね、ジャスガー眠れできたらかっこいいんですけど、ちょっとあんまりそのテクニックは。あー、なんかー。これだ。あ、でも、もう危ねえ。しゃ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 。倒れてる人への転がる連は、もうめちゃくちゃ強い。とりあえず、一気余裕ができたんで、うまく。あと、眠ってきた。危ない。さて、危ない。いや、危ないというか、刺さってる。刺さってる。風船割れるわ。ああ、もう、ああ、違う。めっちゃ自爆好きだな。自決。よし、ああ、ダメだ。眠るとかでね、眠るでも欲しかったな。後悔先に立つ。おお、うわ。適当にやったら受け入れたれた。ラッキー。さて。そう簡単には知らんぞ。粘る。うわっ変な復帰してしまった。よし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 。大体結構ジャンプしてくるんで、みんなここでは眠らん。今のは眠らん。さあね、そろそろいいパーツになってきたんで、うまく外に出す。さあ、うまく外に出して粘る。いけ。よっしゃ、完璧。さあ、いやー、まだそんなんじゃない、そんなんじゃない。ここどうだい。ちょっとあれか。さて、リンクさん、さて、もうマジで飛び道具が強い。はい、飛び道具が強いですけど、一番強いのは蹴り。はい、剣でもね、弓矢でもね、ブーメランでもね、蹴り。はい、あ、ウィスマンですけど。さあ、よし、ジャンプないでしょ。まあ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 、できてないからな。まあ、ちきったな、どちらかというと。まあ、じゃあ、取った、取った、取った。あと一気。さて、さあ、セット。いけー。じゃリンクさんですね。はい。まあ、リンクさんは、蹴りが強い。もうただそれだけ。蹴りが強い。よし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 。よし。復帰阻止、普通の復帰阻止は多分割とやりやすい。頭をちょっと奥上でチョンってやることがコツですかね。はい。まあまあまあ、眠るやろ、基礎じゃちょっとまた話が違うんですけど。おー、うめえな。爆弾の使い方がうめえ。まあまあ、一気早期バーストしているときは、あ、取っちゃった。一気早期バーストしているときは、結構復帰阻止しやすいっていうデータも統計上あるんでね。はい。統計作ったのは僕ですけど。あ、こっそうだよ。よし、これいける。いやー、うまい。さっきの軌道、おお、さっきの軌道ちゃんと学んでますね。あ、学んでますね。はい。さて、あ、このあー、やばい。この下突きなんか、あ、おうまい。危ない。ブーメランでよかった。あの下突きなんか僕64の時の思い出がと鮮明に残ってるんで、好きだらけの印象しかないんですけど、そうでもないですよね。横スマかっこいい。二段横スマ、なんか一段ガードして二段目当たるみたいな、よくあるやつ。うわー、かっこいい。結構そう、飛び入れていける。よし、ダメで。よーし、じゃあここもな。さあ、カーンと、あと一気。とりあえず一気余裕があるんで溜めていきて。一気余裕ないんで、はい、慎重に、慎重にというか、とりあえず溜めていきたい。はい。リンクさん。よし、皆さん。さあ。あと、
60%、70%、60% だと多分死なない時あるんで、70%。いやー、強い、回避。危ない、蹴っといてよかった。この爆弾での動きの制限がマジで辛いんで、あー、蹴りが強い。あー、もう、強いよ。あ、勝てん。勝てんぜ、お前は。違う、勝てんぞ、俺は。よし、あー、浮くんだ。お、いいね。あー、今、やっといてよかった。なんこれ6キロでやって死んでいく思い出が、絵が頭に残ってるから。ちょっと。一ゼロ。もう一回。一ゼロ。セット。来い。よっしゃ。待て。おお。復帰阻止の、復帰阻止の神が、応援でくれた。危な。ありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございました。ネームメーターの皆さん見てください。もうだいぶ眠れてきましたよね。多分50超えてますよね。はい。でも最近マジで地獄なんですよね。全然当たらない。全然キャラに当たらないし、当たっても難しいのしかいないし、ね、本当に地獄、本当に。なかなかハードな企画をやっているなっていう印象です。はい、皆さんぜひ応援してくださいね。はい、質問対応コーナーの方、この前初めてございましたけども、皆さん他にも質問ありましたらぜひはい、よろしくお願いいたします。まあね、はい、パート12まで来まして、これからも頑張っていきたいと、でも皆さんの応援が必要ということで、ぜひハッシュタグ全ネムでのツイートの方でね、よろしくお願いいたします。はい、それではここまで見てくださりありがとうございました。来週も頑張っていきたいと思います。では、さよなら。